にちは、ハーブティー。はい、まえのんです。今日はですね、久しぶりにキャンメイク縛りメイクに挑戦してみました。はい、結構自分的にもかなり気に入ってるメイクができたので、皆さんもよかったら最後まで見てくれたら嬉しいです。キャンメイクのレビューだったりとか、自分の好きなおすすめのアイテムも一緒に紹介したので、そちらもぜひぜひ見てみてください。それではどうぞ。いや、キャンメイクの縛りメイクすごい久しぶりなんですよ。めっちゃ楽しみ。それでは早速ベースからです。はい、キャンメイクのマシュマロキープベース01番の化粧下地です。少しだけ使っていきます。結構水分量が多い化粧下地かもしれない。これをのせることで化粧崩れがしづらいみたいなので、ベースはこれを使っていきました。今回キャンメイクで使うアイテムなんですけど、もういろいろ調べて厳選したアイテムになってるので、結構自分的には自信があります。最初から噛んじゃった。はい、そしたらこちらを使っていきます。キャンメイクのパーフェクトセラム BB クリーム02番を使っていきます。ナチュラルカラーを使います。はい、そしたらファンデーションおしまいです。コンシーラーに入っていきます。3色あったんですけど、私は03番にしました。キャンメイクのカラーミキシングコンシーラーの03番なんですけど、そう、これがね、青クマ用って言って、クマに結構注目してるアイテムらしくて、こちらのカラーをクマにのせていきます。最近クマがすごすぎて、いつも言ってますね、私 YouTube で最近の悩み。あ、だいぶ消えた。はい、ベースメイク完成しました。こんな感じです。はい、そしたらパウダーなんですけど、キャンメイクのトランスペアレントフィニッシュパウダーの V の SB を使っていきます。全体に薄めに伸ばしていきます。はい、できました。そしたら眉毛に入っていきます。口コミが良かったので買ってみました。キャンメイクのパーフェクトエアリーアイブロウの03番。そう、こっちにはブラシがついてて、こっちにはペンシルがついてます。そう、形がこんな形で、細い面と広い面が分かれてるやつです。色味は明るめのカーキブラウン。はい、こちらを使っていきます。あ、めっちゃ描きやすい。え、だいぶいい感じ。眉尻だけのせたんですけど、使いやすいかも。で、最近なんかコスメをネットで買うことが多いんですけど、久しぶりにお店に行ってコスメをいろいろ見たんですけど、もう新しいコスメがすごい増えててびっくりしちゃった。だいぶいい感じ。なんかペンシルなのにふわっと眉毛が仕上がってくれてる気がする。はい、そしたらこちらを使っていきます。キャンメイクのラスティングマルチアイベースの WP の01番。そう、これが目元用化粧下地なんですけど、めっちゃ気になってて、いろんな YouTuber さんとかも使ってて、これは買った方がいいというのを聞いたので買いました。うわ、もちもちしてる。これをアイホールにのせます。もうのせちゃうと塗ってる感が全然ない。溶け込みました。よし、そしたらこれを下にも入れてみよう。私は下まぶたにも結構メイクを入れるので、はい、入れてみました。そんなにベタベタしてないね。サラッとしてます。そしたらアイシャドウに入っていきます。そう、今回新色のアイシャドウがめっちゃ可愛いというレビューを見て、今回2色買ってみました。じゃーん、可愛くないですか。キャンメイクシルキースフレアイズのマットタイプの M の01番。これが結構一番人気だったみたいで、これがちょっと SNS でバズってると言われているキャンメイクシルキースフレアイズの09番の抹茶っぽい色ですね。そう、これでね、抹茶メイクしてる方がいて、すごい可愛かったので、今度やってみたいなと思ってます。今回はちょっと使いやすそうなこちらのカラーを使っていきます。手にのせてみるとこんな感じです。発色もめっちゃいいし、すっごい使いやすそうな色ですね。それでは使っていきたいと思います。じゃあまずこの色、アイホール全体にのせていきます。お、かわいい大人ブラウンですね。深
深みが出ました。もうちょっと上まで入れます。そしたら今度はこちらのカラーを涙袋に入れていきます。はい、そしたらこの色とこの色を混ぜて下の目尻に引きます。なんかパウダーが柔らかいのでケバくならないというか、つき方が派手にならないですね。そしたらこのラメを黒目の上にのせます。どうかな、なんか大人っぽいかも、仕上がりが可愛い感じになるのかなと思ったんですけど、だいぶお肌に馴染んでヌーディーな感じの目元になったかも。そしたらアイラインに入っていきます。キャンメイクのスリムリキッドアイライナーの02番を使います。はい、こんな感じのカラーです。かなり細いんですよね。のせていきます。え、すごい塗りやすい。ナチュラルメイクする方にはすごいいいと思います。描きやすい。そしたら次にキャンメイクの3ウェイスリムアイルージュライナーの01番。ピンク、レッドなんですけど、そう、これを涙袋とか、二重のラインとかにするにはすごいぴったりらしいので、ちょっと使っていきたいと思います。わかるかな、これこれこれ、今入れたんですけど、この細さ、この薄さなのでしっかり描いても大丈夫らしい。うわ、すごいナチュラル、かなり馴染みます、ここの二重の延長線上にも。ここに入れたんですけど、わかるかな。え、すごいいいかも。これちょっとポーチの中に侵入させますすごいいい、これ。そしたらビューラーします。やっぱキャンメイクってすごいな。やっぱプチプラのコスメの中だと一番人気なのかな。キャンメイクのクイックラッシュカーラーの BO というやつなんですけど、じゃん、色がテラコッタっぽいカラーなんですよ。これが本当に気になってて、マスカラ下地の成分も入ってるそうなので、カールも落ちにくいのではないかと思って。あ、かわいい。カラーマスカラでこんなにつきやすいの初めてかもしれない。発色の仕方もすごいいいです。え、これめっちゃいいぞ。このマスカラもちょっとポーチの中に入れます。そしたら血色感がないのでリップをのせていきます。使いたいリップが2つあって、まず最初にこちらをのせていきます。キャンメイクのステイオンバームルージュの18番のせます。こんなカラー、そう、これだけでも可愛いなと思ったんですけど、そう、口コミを見たらこれが意外とナチュラルなつき方って書いてあったので、一回これをねティッシュオフしてベースにちょっと色をのせて、その上にこの色をのせていきます。これ超可愛くない？キャンメイクのメルティルミナスルージュの T の04番です。こちらがねティントタイプらしいんですけど、あ、いい。そう、重ねて使いたかったんです。そしたらチークをのせていきます。チークもこれ超可愛くないですか？キャンメイクのグローフルールチークス E の15番を使っていきます。で、使い方が全体を2回混ぜる。1、2、はい、乗せていきます。かわいい、乗せすぎましたはい、じゃん。そしたらインラインを引いていきます。こちらです。キャンメイクのクリーミータッチライナーの07番。じゃん、うわ、めっちゃ濃い、この色。これをインラインに入れていきます。目の際までしっかり入れます。この内側にも入れていきます。入れました、この内側に。そしたらこちらのシェーディングを使っていきます。キャンメイクのシェーディングパウダーの05番で、これがなんかねイエベさん向き の、 あのシェーディングらしいです。確かにシェーディングの変なつき方がしないです。黒くならないというか。そしたら最後にハイライトをのせていきます。
キャンメイクハイライター H の L の01番これを鼻の頭と黒目の横と C ゾーン唇の上顎どうかな、ちょっとバランス見て出していきます。下まぶたシャドウをちょっと出します。あ、この2色にします。ラメを下にも入れようかな。はい、ということでキャンメイク縛りメイク完成しました。イエイ。はい、ということで今日はねキャンメイク縛りで久しぶりにメイクをやってきたんですけれども、キャンメイクがすごい大人っぽく進化してるのにまず感動しました。なんかやっぱキャンメイクはちょっと可愛いイメージがすごい多かったんですけど、大人になった私でも使いやすいカラーがすごい多くて、やっぱキャンメイクはすごいなと思いました、思わされました。はい、個人的に今回使ってみてめっちゃ良かったなと思ったのが、まずこれのマスカラですね。マスカラがもう最強だった。下地にも入ってるのでカールも取れにくそうなつき方をしているの で色も可愛くないですか。そして涙袋に書いたやつ、キャンメイクの 3way スリムアイルージュライナーの01番、なんか普段使ってるやつよりすごいナチュラルなので使いやすいし失敗しづらいかも。そう、あとはアイシャドウが超使いやすかった。捨て色も全然ないし、ナチュラルにやればナチュラルにつくし、濃いメイクも使えるなと思ったので、これはなかなかいいんじゃないかなと思いました。あとリップかな、このリップ、これデザインも可愛いし、いい意味でキャンメイクっぽくないというか、色も可愛くてティントなら使えますね。はい、ということで皆さんもねぜひプチプラのキャンメイクのアイテムでよかったら秋メイクしてみてください。はい、それではよかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみ、ミルクティー、バイバーイ。